こんにちはです。さあ、ちょっと久しぶりになりましたね。散歩しております。41日目かな。今日はね、ちょっとね、頑張って大回りしてみようかなと思って、まだ時間がね、2時20分ってね、比較的まだ早いんでね、ちょっと距離歩いてみようかなと思ってます。まあ、いろいろね、ちょっとね、忙しかったり、あと飲みすぎちゃったりしててね、ちょっと散歩を休んでたんですけど、まあ休んで黙っているという見方もあれば、もう休養十分というところもあるんでね。おお、鳥飛んでますで、ね、今日も散歩スタートでございます。まあ、まだいくらも歩いてないですが、早くもちょっと膝の裏に軽い違和感を覚えておりますが、いやー、あれですね、なんでしょう、今日はね、寒いっすよ。ただね、風がそんなないんでね、うっすらはあると思うけど、そんなに強くないんで、うん、まあなんだろう、寒いは寒いんだけど、そこまでね、寒って感じにはならないかな。まあ防寒もしてますからね。あ、でもどうかな、これザ・冬って感じじゃない、これウィンターちゃんと綴りかけるかな、自信ねえや、すでにね、冬です。今日1月の21何日だ、1月の22だ、22日水曜日ですね、今日ね。同じ景色ですけど、荒川土手を歩いております。さて、今日はちょっとね、距離があるんでね、多分2時間半コースかな。まあ、ところどころ撮っていきたいと思っておりますが、そしてどんな絵になるんでしょうかね。まずは鹿浜橋、そこを目指して鹿浜橋をね、ちょっと今日は越えたいと思いますよ。はい、ということで、この通りテクテク歩いております。おお、いや、日が照ってきましたよ。おお、なんかもうこれあれだな、サンキュー太陽って感じ。太陽って言えてないな、太陽になっちゃってるよ。いや、あったかい。いや、気持ちいいね、この暖かさ。今太陽の光をね、感じていますよ、これ。雲、でもそうやって考えると雲ってすげえな。雲が覆ってたら太陽の光が遮られると、いやー、これはあったかい、非常にあったかい。カラス、あっちはああいう感じでしょ。こっちからね、太陽が照らされて非常にあったかいです。あの、遥か遠くの方に今日の折り返しポイントが見えていますね。あれでいいんだよな、こうやって見るとわりかし近く感じるんだけど、歩くと結構かかるんですよね。いやー、ぜひ皆さんもこの太陽の光のポカポカさ、これを感じていただきたいですね、これね。いや、素晴らしい恵みだよ、これ。一生懸命少ないボキャブラリーを駆使して今喋っております。さあ、いや、水門でいいのかな。
汚水も来ましたね。しかしいつの間にできてたんだろうな、これわかんねえもんだな、こんな近くに住んでんのに。はい、さてまずは水門通過と。なかなかファンキーな家がありますね。黄色と緑、ほう、最近多いっすよね、いろんな色ね、家でね。なんかしかしもう何十回とここ歩いてると思うんだけど、初めて気づいたな、見てねえもんだな意外と。まあもうそろそろね、鹿浜橋ですね、そろそろ下に降りないといけないんだよな。川の流れいいっすね、せせらぎというほど小さいもんじゃねえか、流れております。当たり前ですが川なんで水は流れておりますね。あら、川土手でございますと。はい、今2時50分かな、大体2、30分歩いてきたんですかね。さあ鹿浜橋、相変わらず建物ありますけど、さあ鹿浜橋をもうそろそろ通過ですよ。これなんかあの形見るとね、ウルトラマンレオに出てきたなんか怪獣のなんだっけ、あれ基地かな、なんか思い出すんだよな。まあいいや。さあ鹿浜橋、いやーしかしゴルフ場の人大変だなこれ、もう春までほっとくのかな、芝生が生えねえから。もうやってんのかな、意外とさすがに無理だねこれね。はい、さてということで鹿浜橋見えてまいりました。見えてきたけど意外とあるな、まだ意外とまだあるよ。夏はねこの橋の下をねくぐるとすごい気持ちいいんですよ、涼しくてね。冬は特に何の考えもないですね。走ってる方いらっしゃいますね。さあ今度はこの橋を越えて江北橋に向かいますよ。まだあるまだあるよ。ちょっとカメラ回すの早すぎたな。車走ってますね、いっぱい。今日は高速空いてんのかな。首都高ですね、あっちがね。ここもよくこれ乗って騒ぎ行きましたよ、鹿浜からね。あっち常磐道行くときこれ使ってたんだよな。懐かしいね。そう、この間その騒ぎやった頃の人とねビクトリー賞で会えてね、非常に嬉しかったですね。びっくりしましたけど。さあ鹿浜橋通過でございます。ここトイレあるんだよな、ちょっとトイレ入ってこう。さてじゃあこの後は続いて江北橋目指しましょう。はい、橋の下、なんか橋の下ってなんだろうな、落ち着く、なんかいいよね。昔よく遊んだじゃないですか、小さい頃こういうとこでね。どこの橋の下もそうでしょう。さあということでちょっとトイレ入っとこう。はい、鹿浜橋通過と。さあ鹿浜橋をねまだ越えたとこですけど、ここは足立区なんですよね。足立区ですよ、足立さん。まあトイレね、まあ、ここだけなのかもしれないけど、気のせいかな、こっち東京でしょ。でね、もう多分もうあそこと、あっちは東京なのかな、
まあ橋を渡ると埼玉みたいなイメージなんですけど、東京の方はねトイレ多いような気がするんだよね。東京はいろいろお金使えるんでしょうね。さて、そっか、川の方行ってみっかな。もう全部あれか、いろいろ流されちゃってんのかなやっぱり。はい、ということで、今足立区を歩いております。なんて新荒川下流河川敷利用ルール禁止行為、ゴミの不当投棄、焚き火やゴミの焼却禁止、犬のノーリードやペットなどの糞の放置禁止、自動車及びオートバイの河川敷の侵入禁止ということで、マナー、徐行者歩行者優先、バットやゴルフクラブなど指定場所以外では使用しないと。ああ、そっか、ラジコン模様はダメなんだね。こんな感じになってますんでね、ルール守って運用しましょうね、こういう場所はね。ちょっとなんかみんな学生の人はなんか部活かな、走ってますね。ちょっと川の方行ってみよう。これ降りてって上がれんのかな、まあ、行ってみましょうか。はい、荒川の川っぺりって言葉でいいのかな。ちょっと綺麗だったのかな道。まああの東京の川っていうのはね、何ですかね、あまり近くで見ない方がいいと思うんですけど、まあちょっと試しに見てみましょうか。恐ろしいものとか浮いてなきゃいいんだけどな。あ、まあこんな感じだよね東京の川。ね、岡山ね以前よく行ってたんですけど、ほんとね川は感動しますね、ああいうとこの川は透明なんだもん。あとよくね空気が美味しいって言うでしょ、なんだ空気が美味しいって思ってたんだけど、行くと分かるんだよねなんかね。あ、確かにね、あの空気が美味しいとこってありますよ、すげえ感じるそれは。最近全然行けてないんだね、あの岡山湯の郷ビルっていうねチームを私は応援してるんですけど、もう応援してるっては言えないよな。まあでもねちょっとね行けない分ね、ファンクラブってあるんですけど、そこのお金はちょっとね弾んでるんですよ、せめてものね。まああの試合ね、女子サッカーなんですけどね、岡山湯の郷ビルっていうのは今チャレンジリーグっていうのを起こしちゃってね、一部二部チャレンジリーグってあるんだけど、チャレンジリーグっていうのは一応プロなのかな。まあかつてはねかの有名なあの宮間彩さんという方がね在籍していて強いチームだったんですけどね、今はねちょっと下位に低迷しちゃってて、チームの運営とか大変だと思うんだよね。でもこれいくらか綺麗になってんじゃないの、東京の川これね、え下見えるもんね、いくらかやってんのかな。まあ今はね下位リーグなんですけど、もうあのサッカー云々で言ってる感じでもなかったりするのね、怒られちゃうけどね、僕はそういう不真面目なファンで。湯の郷っていうね町がいいんだな、町って言っていいのかな、その地域ね、あとそこにいる人々ね、そこになんか会いに行ってる感じだよね。今年も何回か行きたいんですけどね、まあ嬉しい悲鳴というか、なんかね最近はあのちょっとあっちこっちでねいろんな催しがあってね、
僕らのやってるあの射撃関係みたいなので、でそっちの方に行く機会が多くなっちゃってね、行けないんですけど、湯の温泉っていうのはねいいところですから、ちょっと行くの大変なんだけど、車だと便利なんですけどね、電車で行こうとするとねちょっと大変なんだけど、このなんかねちょっと大変なのがねまた楽しかったりするんですよね。さあ子供たちは遊びに来てるわ。親父狩りに会わねえか心配だなこれ。とりあえず止めとこう。はい、無事親父狩り会わず、カツアゲされなくてよかったよ。あのちびっこ軍団面白いんだろうな、こういうとこで遊ぶの。あー、こんなの知らなかったな、いつできたのかな。まあちょっとかなりあるからな場所。これ1日遊んでられますよねこれね。ここら辺もね、まあ、冬だからなのか台風の影響なのか、以前夏散歩してた時ね鬱蒼と生い茂っておりましたが、今こういう状況。まあまた夏になれば思い出す遥かな大勢遠い日をと。まああのね、くだらないこと言った時のね着地点っていうのがね、まあ、大体ないわけですよ。この辺がねプロとアマの差というところでね、まあ着地点なくてもねどうでもいいですよね。はい、ということで、テクテク歩いておりますよ。順調に今どんぐらい歩いたかな、よっと15時9分、あとあれか11時間ぐらいかな今。はい、歩いております。もうすぐですね江北橋。さすがにねちょっと疲れてきましたけどね、ここはね以前歩いた時ね猫軍団が現れたところですが、まあ私は一人が来てもね猫は一匹も出てきません、ちょっとね私の後ろにいた人がねお目当てだったみたいでね、あの時はねびっくりしましたけどね、何が起こるのかと思いました。まあでもたくましくねこの中で生きてるわけでしょう、あの軍団が。いんのかなどっかにね、野良猫ってやつですよね。大変だよね野良猫。すげえな、どこにいんのかな。さーて今週のサザエさんはではなく、これね口がね年取るとほんと滑舌って悪くなるんですよ、もともと悪いからね。さあ首都高速、王子にね行く道だよねこれね、新しくできた高速道路ですよね。荻大橋の先から都心に抜けていくやつね。最近あんま使わないんだよな。お、いた猫、猫いたよ、いたいた、ここだったっけか、もう待ってんじゃないの、俺は何も持ってねえぞ。そっかそっか、ここか、この先だ、いました、軍団員が2人ね、私の縄張りに入ってくんじゃねえと言わんばかりに、何か何でしょうかこれは、アピールしております。おっと
今こっちを人にらみ、泣いてる子猫だろうか。軍団、おお、お前入ってくんじゃねえぞと。はい、猫軍団クリアということでね。まあしかしいつも江北橋って言ってるけど、本当に江北橋なんだっけこれ。これはね、五色なんとか大橋って言うんだよね、確かね。ん？お、そこにもいたよ。いるね。怒りの、威嚇されてるんでしょうか。寒そうだな。あったかいんだな、毛皮がな。猫が鳴いております。猫が鳴くと。はい、ということで、ここまでやってまいりました。さあ、ここから折り返しか。橋を渡ってたからね、ちょっとね、より遠くなるんだよね。もう何時でしょうか。でもうっすらね、ちょっと汗もうっすらかいてますよ。3時21分。今1時間だね。さっきからずっと1時間1時間つってるけど、これで1時間なんだな。やっぱ2時間半だな、このコース。ということで、そろそろ鹿浜橋じゃねえや、江北橋かっこ多分を渡りますよ。さてと、江北橋通りという通りなんでね、これは江北橋なんじゃないかと。あの建物もなんか味があるよね。何なんでしょう、なんか工場かな。おお、やっぱ江北橋ですね。江北橋、おお、なんか映画で使えそうじゃない、ホラー映画で。すごい。はい、江北橋やっております。江北橋ね、ここは僕は通ることあんのか、あんまりないかな。ここはめったに使わないな。さあ、なんか風を、やっぱ橋の上ったら風吹きますよね、ちょっと高いからね。ということで、今江北橋を渡っております。すごいところに猫発見。こっち見てたら怖いんだけどな。見てないね。おーい、猫。猫というのはね、なんかの上乗りますよね。ちょっとね、やっぱ風若干冷たくなってきたな、さすがに。はい、江北橋もうすぐ渡り終わります。いやー、だいぶ戻ってきましたけど、まだ鹿浜橋あっちです、あそこですね。うわ、鳥の歌すよ。最近杉田かおるさん見ねえな。いやなんかここに来て天気良くなってきましたね。ちょうどいいわ。何時になったんだ今日は。水曜日、確か先週も水曜日が最後だったかな。3時44分ですね。木曜日仕入れ入ったんだよな、確か。違ったかな。あら、なんだこれ。いろいろね、案内がね、河原に結構あるんですよ。桜だ、桜の配置図。あ、いろいろあるんだ、桜の名前が。オーナーさんの名前も出てるんですね。あー、
なるほど、これ個人のやつなんだね。じゃあね、全部これあるんですね。 G4 G3 G2 G2 っていう今タレントさんいんだけど、 RC サクセションのサポートやってた人なのかな。まあどうでもいいんだけどね。いやいいでしょうこれ。ほんと余計なことはいらない。あと1時間ぐらいかな。でも首都高、いつも走ってる首都高です。首都高からのね、この左側の眺めもね、僕は帰り道なんですけど、結構いいもんなんだよね。車からもたまに本当透き通ってるとね、富士山見えるんですよ。富士山っていうのはやっぱりかっこいいですよね。形がね、非常にね綺麗だね。また今年もそろそろね、東名往復の旅が始まりますね。今度の日曜日ね、26日、静岡の菊川というところにね行くんですよ。金曜の夜電車なのかな、ちょっと迷ってるんですけどね。 APS カップってやつの公式練習会っていうのをね、今度4月に行うんですけど、まあ、その練習会の練習会みたいな感じでね、初めてのとこだってね、静岡のサイドワインダーさんというところと一緒にやるんですけどね、非常に楽しみですよ。で帰りはね、爽やかハンバーグ食べて帰ってきますんでね。ですんで散歩もね、まあ、金曜までできっかな。いろいろ準備をしなきゃいけないしね、まだ何もしてないんですよね。まあ、そんな感じで今週から今年初めての遠征だっけ、もう行ってんだっけ、どっか。ダメだ、もう記憶がない。そうだね、あの遠いところは初めてですね。前あれだもんね、V 賞、ビクトリー賞でしたからね。で26日ね、同じ日なんですけど、赤羽のフロンティアではね、マック酒井さんが来てね、シューティングの体験会やってくれるんでね、これ全部無料ですんで、よかったら遊びに来てくださいね。いいんですよ、ついでに赤羽来て酒井さんの体験会に出て、この土手歩いて帰ってもね、天気でもちょっと天気悪いのかな、心配ですけどね。まあそんな感じで今とりあえずまた鹿浜橋に、鹿浜橋目標に戻っております。はい、鹿浜橋戻ってまいりました。今上の方をくぐっております。で、いやー、何時だ、今何時、ちょっと待ってて、今何時、そうね、だいたいね、だいたい4時ですよ、4時。うん、さあこっからあとは荒川大橋目指して入りましょう。いや結構歩いたな今日は、さすがに。ああ、でも意外とやっぱ冬の散歩いいもんですね。またあの、そこあるな、あのお店、確か水曜日休みなんだよね。ちょっとトイレ借りてこよう。ということで鹿浜橋クリア、荒川大橋を目指します。まだ肉眼では捉えられませんね、荒川大橋。じゃあ行きましょう。なんか湖みたいだよね、水たまりなんですけどね、ゴルフ場の。さて、だいぶ荒川橋に近づいてまいりました。現在4時26分。あー、やっぱりなんだろうな、底冷えすんな。まあ、手冷たい、テーブルした方がいいかもしれないな。ずっと、この子を走ります。
かしちょっと夕日陰っちゃったな。ずっとこっち側見てましたけど、夕日を受けたね。こういうビルというのも結構趣があるんですね、これね。いやー歩いたね結構。さあということで、そろそろ終わりますけど、わあいいね、家だ。そうですよね。まあ別に特段ないですけど、いやしかしね、今日が水曜日でしょ。今日水曜日だな。月か日曜日か。日曜日ね、獺祭っていう日本酒をねひたすら飲んじゃってね。僕は酒はね一人で家で飲まないんですよ。だから酒そんな好きじゃないんだけど、正直ね別にどうでもいい飲み物なんですけど、まあ仲のいいね気の合う友人と心置きなく飲むっていうのはね、ついつい飲みすぎちゃうんですよね。もうでちょっとね飲みすぎちゃってね、潰れてましたよ。でまたケースもちょっとね飲んじゃったんでね、ちょっとボロボロでした。牡蠣がうまいんだこの頃。また牡蠣、生牡蠣、蒸し牡蠣、焼き牡蠣と、今牡蠣旬ですよね。なんでこんなにちょっと話を伸ばしてるかというと、ほら来た、この夕焼けチャイムでこの動画を終わりとしようかなと思って、余計なこと話してました。はい、ということで皆さんもねあまり飲みすぎずに楽しい、なんでしょうね、飲食ほどほどに楽しみましょうね。お前だけだよっていう声が今聞こえましたけど、はい、ここら辺で終わりますかということでね、花川大橋もう目前ですということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。